中寺は日本の農林水産議官。第40代林野町長官を務め、退官後、第日本産林会副会長、国土緑化推進機構専務理事、東京都生まれ、岡山県に住んだ後、父の転勤で愛知県に移る。岡崎市立留海中学校卒業。1975年3月、愛知県立岡崎高等学校卒業。 1979年、名古屋大学農学部林学科を卒業し、林学職国家公務員として、農林小林野町入庁後、3年間の経済企画庁への出向等を経験。1988年、北海道森林管理局、今金永林所長。1990年、函館永林支局企画調整室長。1992年林野町。 林西部企画課課長、補佐、1994年林野町業務部業務、第2課課長、補佐、1995年鳥取県農林水産部、森林保全課長、1998年林野町、指導部研究普及課課,課長、補佐、2000年北海道森林管理局業務管理官。2001年林野町、国有林野部業務課技術開発調査官。 県国有林野部経営企画課2004年林野町国有林野部業務課長2008年林野町国有林野部経営企画課長2009年林野町九州森林管理局長2011年林野町国有林野部長2014年林野町次長2017年林野町長官2018年大官国土緑化推進機構専務理事 大日本三林会副会長、ありがとうございます。